こんにちは。アマゾン室サポーター堀秀夫です。自力で稼ぐスキルがあれば、自由気ままに生きていけます。今すぐオーストラリアアマゾン室を始めるメリット。長生きなんかするんじゃなかった。人生の最後、悲惨な状態で迎える人が今急増している。なぜ、どのようにして人は破産してしまうのか。厳しい老後破産の現実は、 あなたも無関係ではない。年金、年金もらえるなんて誰が言ったなぜ日本人が安心して長生きするためには自分で稼ぐ力が必要か人の寿命よりほとんどの会社の寿命は短いです。自力で稼ぐ力を身につけておかないと高い確率で訪れるリストラ、倒産に怯える毎日。今の日本の人口構造では 年金も当てになりません。運よく定年まで会社が生き残ったとしても、老後を人間らしく生きていける年金はもらえません。なぜこうなったのか。失われた30年。失われた30年とは。高卒初任給の推移です。昭和30年に高卒の国家公務員の初任給5900円だった。その 30年後、昭和60年には、95,500円。30年間で16倍に増えています。ところが、その30年後の、昭和や、平成27年、昭和で言うと90年には、144,600円。30年で1.5倍にしか増えてないと。これね、その前の30年が16倍ってのと比べると、10分の1がです。まあ、凄まじい成長の鈍化。日本が貧しい国に転落したのも頷けます。 そんなわけで、世界幸福度ランキング。日本は58位と。えー、所得があまりにも低すぎる。ギスギスしている。社会福祉もない。ということでね、もう幸福というか、普通の人並みの生活をするのが日本は厳しくなっている。おかげで幸福度も下がっています。しかし、善と多難な日本人の未来も、輸出ビジネスに目を向ければ、明るい材料があります。 日本には輸出をすれば儲かる商品はいくらでもあります。何しろ先ほど見たように所得が30年前とあまり変わってない。ということはつまり物価も30年前からあまり変わってないということです。オーストラリアへの輸出ビジネスにチャンス到来。人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。シドニーで暮らしてた私はオーストラリア人の豊かさ、金遣いの荒さがわかります。 しかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。ボクシングでそのオリデーシーズンのクライマックスの1日でなんとオーストラリアは1日で2000億円を売り上げます。そのオーストラリア、とうとうスイス人を抜いてオーストラリア人が世界一金持ちになりました。今オーストラリアが世界一金持ちが多い国です。 ま、その、ま、証拠というかね、え、そのおかげで、オーストラリアの各都市、ね、クルーザーが止まってます。もうたくさん止まってます。アデレードも止まってる。メルボルンも止まってる。ホバート。ね、ホバートって南の方の、え、島ですけど、オーストラリアのそのホバートにも止まってる。しかも、 億万長者だけはクルーザー乗るわけじゃなくて、年収1000万以下でもクルーザーを持つ人が結構います。中古のカローラでクルーザーを引いてるというような絵面はね、あんま日本では見られない光景ですけど、オーストラリアだとたまに見かけます。また、プール。ね。これシドニーのプール付きの家ですけど、夏の間毎日プール入れるほど暑くないです。なのにプールがある。なぜなら、プールがあると、かっこいいから。あるいはね、プール、 何でしょうね。庭の景色の一部なんですかね。また、プールの方が、えー、植木を手入れするより楽だからプールがあるのか。何しろ無駄なプール多いです。プールがある家はいっぱいありますけどね。プールがあるなと思って夏の間歩いて、プールで子供が遊んでるって見たことないですね。たまにしか遊ばないプールを皆さん持ってると。で大豪邸の地域じゃなくても普通にプールがある。 プールプールプールって感じですね。超がつかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にあります。これは過去27年間、景気交代したことがないオーストラリア。過去27年間、不景気しか知らない日本とはもう消費マインドが違うということです。そんなオーストラリアにアマゾンが上陸しました。オーストラリアアマゾン、3年後の売上予測は7兆8000億円です。 オーストラリアアマゾンは3年後の2022年にはオーストラリア第6位の小売業者になるだろう。オーストラリアアマゾン2022年の売上予測6兆2400億円から7兆8000億円と。これ日本アマゾンの約7倍の規模です。これは別に私が勝手に予想しているわけじゃなくてオーストラリアの経済研究所の新聞の記事の翻訳です。そんなオーストラリアでどんな商品が高く売れるか。オーストラリアで高く売れた日本製品。 タミヤのフランモデルのパーツ、110ドルで売れてます。ところがこれ元値は1600円。オーストラリアで販売するなら日本の価格の5倍以上で売れる商品がいくらでもあります。オーストラリアアマゾン出は今すぐ始めた方がいいです。日本やオーストラリアアマゾンとはライバルの数も全く違います。日本やアメリカアマゾンですね。オーストラリアアマゾンは日本やアメリカアマゾンとはライバルの数も全く違います。 これはアメリカアマゾンの出品者数です。出品者数が161名。そして日本アマゾン、ね、ニンテンドースイッチの出品者。アメリカが161名でした。日本は151名。アメリカと日本だと市場規模違うのに、ね、あの倍以上違うのに、日本はアメリカ並みの出品者がいると。 すごい厳しい市場ですね。まあ、だからこそ、えー、仕入れには有利。何しろみんなで競ってるんでね、安く買えます。さらに日本独特の、えー、現象。新品ってね、日本以外の国だと新品にわざわざ、えー、コメントは不要ですけど、日本の場合品質に厳,厳しい。そしてね、す、えー、り替えとかそういう悪さをする人も、まあ、世知辛い世の中なんで結構いるんで、まあこういうふうにね、えー、商品がどうだとか、知り合いナンバー控えてるからね、えー 返品はあの悪質な返品は犯罪ですみたいなのを書いてあります一方オーストラリアオーストラリアアマゾンこちらの市場規模は任天堂スイッチの販売についてはねもうほとんど日本と変わらないはずなのになんと13名しか出品者いないとアメリカとか日本と比べると10分の1以下の競争率ですこんなオーストラリアアマゾン 興味があるなら今すぐ始めた方がいいです。あなたが今すぐオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。1つ、アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。アマゾンは取引実績はたくさんある出品者が好きです。取引実績がある出品者は出品可能。しかし、新規出品者は出品許可が、販売許可が必要という商品も出てきています。 例として、以前は出品できた商品。以前から販売してた人はそのまま販売可能だけど、新規出品者は書類が必要ということでね、商品出品ボタンを押すとこういう表示が出ることがあります。ですからこれ時間が経てば経つほどこういう商品増えてきますんで、今だと書類を出さなくても販売実績が増えれば販売できるようになる商品もあります。つまり、オーストラリアアアマゾン輸出は今すぐに始めた方が商品探しが楽です。 二つ目、初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらいます。今、アメリカとかね、日本で扱うべきでない商品を扱ったら即アカウントサスペンド、えー、もうアマゾンから退場です。ところがオーストラリアの場合ね、まあ、この商品ダメですよって言って出品はできなくなりますけど、ただそれで終わり。ね、その,ほその他のお咎め何もないです。間違いを犯してもお咎めなしなのは、オーストラリアアマゾンに出品者が少ない今のうちだけです。 3つ目、12月26日のボクシングデーのキャンペーンで購入者が増えました。慣れない輸出ビジネスへのチャレンジ、開始してすぐに売れる今なら楽しくスタートできます。アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。